風の流れる方へ。それ。儀式に使う道具はこの香炉と七星刀。まるで。道爵さんがお前によろしくって言ってたぞ。道爵。あいつだったのか。確かにあいつらしいな。道爵もやはりリーウェイを放っておけなかったんだろう。今の問題は今から儀式の準備をする。航路を真ん中に、七星刀はその周囲に散らせ。うん、それでいい。そしてここからが無誘諸行法。この術には4つの過程がある。健康。あれ、そんなに面倒なのか。この戦法は絶縁の仙人が千年かけて悟り、さもなくば自身が飲み込まれ、魂は体から離れても。ごめん、また間違ったことを言っちゃったみたいだ。健康、すなわち航路の上にお香を一本、元王帝君への敬意とする。瞑想、すなわち一切の雑念を遮断し、術の対象を脳の中に。呪文、すなわち呪文をこう唱える。厩舎、すなわち二体の夜叉彫像に一矢放ち、私益の契約とする。すべてがつつがなくいけば、少し経った頃に質問がないならさっさと始めよう。それから瞑想だ。あの嘘つき野郎の姿は、三子往来。夜叉の石像の腰が光ったぞ。二体の石像の光った場所にそれぞれ矢を放ったらいいんだよな。後のことは任せろ。お前たちは歓迎の準備でもしておけ。ここはん？どうなってるんだ。体が軽い。ふわふわで重さを感じない。先方？仙人である我が輩の前で仙人ぶるとは
図が高い。それにしてもここはどこだ。我が輩は防除旅館で。そうか、うん、なるほど。さすが我が輩。我が輩はきっと夢を見ているんだ。おいおい、本当にどうしようもないやつだ。おう、何をする気だ。我が輩の夢の中で我が輩を。よし、お仕置きだ。もう逃げ道はないよ。何？しっけな。やめてくれ。ストップストップ。分かった、もう分かったから。痛い。信じる、信じるさ。どれだけ運が悪かったら君たちという壁にぶつかることになるんだ。大仙人様、どうかお許しを申しませんから。オイラたちは仙人じゃないぜ。魂を呼んだのはオイラたちだけど、本物の仙人はこっちだ。仙人を偽り民を騙し、妖魔も駆除せず、皆の安否にまで影響を与えた。そのまま行けば必ずや地に落ちていたであろう。私は、あなた様は、ショウのオーラに飲まれて喋れなくなってるぜ。なお、仙人様の名を聞いてもよろしいでしょうか。あなた様が、本当にあなた様が、あのショウのことを知ってるのか。もちろん、逆に知り尽くしています。私のおじいさんが民族学者で、小さい頃からコウマ大帝の話を聞いてきました。今でも夜叉に関する書籍。しかしおじいさんの遺物から、初めは仙人を真似るのが好きなだけでした。そうだったのか。じゃあコウマ大帝に。オイラたちそこまで考えてなかったけどな。今日これを機に、駒大聖様の前で今後一切の悪行をやめ。その制限しかと受け取った。ありがとうございます。ご慈悲に感謝を。今まで、あいつの最後の聖言、なかなか誠実だったな。これでもう悪さはし、そうだ、近畿滅却の札の回収がまだだったな。新天君、あの仮面をかぶったに、彼が宿泊名簿に書いた名前は平安よ。もう部屋を出たわ。一人で山や川を旅するとかなんとか。そうだ、もし言葉を話す洗礼を連れた人が来たら、この封筒を渡すよう預かってるの。言葉を話す洗礼？誰？彼が言ってた旅人はあなたね。はい、これを。手紙を残すなんて、新手の詐欺じゃないだろうな。とりあえず、開けてみようぜ。すごく気に入っ、手紙と一緒に何か入ってるぞ。近畿滅却の札だ。久しぶりにこんな素直な悪人に会ったぜ。そうだな。あ、そうだ、早く近畿め。
苦労。お客様、ご注文は何になっ。四股魚の焼きを一つ。かしこまりました、少々お待ちください。あれ、前の今回は杏仁豆腐じゃなく、これは道尺が生きていた時に好きだった食べ物。ただどんな味がするのか気になってな。ああ、そっか。四股探しに海潜り、帰って再び用が狩る。まだ何か用があるのか。我はそうだな、オイラたちはクールに去るぜ。